次はですね、うん、皆さんあの VR、はい、バーチャルリアリティって知ってますか？皆さんご存知ですか？知ってる人ちょっと手を挙げてもらっていいですか？ VR、まあ、知ってますよね、最近多いですよね、うん、あのね 3D とか本当に異次元の世界が、はい、そうなんです。ゴーグルみたいなのね、うん、装着して、バーチャルリアリティ、はい、仮想現実となっています。あたかもそこにいるかのような体験ができたり、普段できないこととかを簡単に体験できちゃうものです。はい、皆様には、うん、今日この場所で、はい、福岡ならではのバーチャルリアリティ VR をお楽しみいただこうというように思っています。はい、まあ、福岡の人はもちろんご存知、うん、博多祇園山笠、はい、もう770年以上の歴史を誇るその山笠の VR を今回はご用意したんですよ。はい、山笠県外から来てる人でも知ってる方いらっしゃいます？わからない方、山笠ってみんな知ってる、みんなご存知だと思っております。はい、まあ、そういったですね、この山笠を使った VR の魅力、はい、この方に説明してもらいましょう。福岡市の高島市長です。大きな拍手でお迎えください。こんにちは、よろしくお願いします。市長、今回は、うん、県外からも相当な数の皆さん、そうですか、お越しいただきました。福岡にようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、で今日はまあ山笠をテーマにしたこの VR っていうことなんですけども、はい、去年山笠ユネスコの無形文化遺産にも登録されましたね。はい、ありがとうございます。うん、山笠、はい、あの素晴らしいことってことをね、その外の皆さんにお伝えしようと思っても、やっぱりお祭り自体は年1回しかありませんからね、はい、だからどうやったらみんなに伝えられるかなと思った時に、うん、まあ、今回 VR っていう形を取れば、うん、まあ、福岡に来た時、それから海外に例えば福岡市の街をプロモーションに行く時もね、はい、あの魅力を感じていただけるんじゃないかなと思って、結構あの今 VR もね、本当にこう、なんていうの、簡単に安く、はい、例えば手に入ることができるんでね、はい、後ろに準備してました。あ、失礼しました。危うく踏むとこでしたね。危うく、あ、危ないとこだ。タブレット踏むとこだった。はい、そういうことなんです。うん、はい、で、あの会場内でも楽しめるんですよね。そうです。あちらにね、ステージ向かって左側になるんですけれども、はい、そこで VR も楽しめますし、うん、またあの VR の場合は被るんですが、被らなくても、うん、あの壁一面にね、あの壁2面か、はい、壁2面にね、あのリアルにあの山笠を感じることができる映像もあちら用意してますので、うん、ぜひ体験していただければと思います。そう、壁2面ってのは結構大きいんですね、皆さんね、はい、大きさがありますね。はい、はい、さあ、じゃあせっかくこちら準備していただいておりますので、まずは市長にちょっと体験を、ね、うん、お願いしたいなと思います。ね、本来であれば、はい、かぶり物があるんですよね。こう VR したことある方は分かると思うんですが、でこれをまあつけてするんですが、今回はちょっとこのタブレットを使ってね、実際、はい、あの映ってます？これから映ると思います。画面切り替えをしていただければと思うんですけど、はい、そうなんですよね。今まだ皆さん多分想像できないと思うんですけど、来た、ね、来ました、来ました、はい、それじゃあね、あ、今映ってましたね、た、はい、じゃあ、一応本来は被ってするんだけど、はい、ちょっと、あ、やべえ、変なボタン、ちょっと待って、これか、まあ、こういうのもイベントならではでございます。ならではですよ、はい、ハプニングはね、昔からですか。ちょうどあそこには壁にあの横が4メートルですかね、そしてあの幅8メートルの大きなディスプレイが、2面ディスプレイが用意されていますので、ホームボタン指触れちゃったんだよね。絶対こういうのはある。普段は使いこなしてるはずのタブレットです、うんうん、普段さ VR で、あ、来ました来ました、あ、これは OKOK、はい、はい、ごめんね、ホームボタン押しちゃった。はい、じゃあ今押しております。はい、それじゃあ押しますね。はい、はい、スタートしました。これで実際自分が被り物すると、うん、こうやって自分が右見たら右が見られるし、うん、っていう風にこうね、これちなみにだから、はい、普段絶対見ることができない大上がりをしているところの映像、そう、今年の一番山笠、中洲流れの、そうそうそう、その、まあ、担ぐ神輿を山っていうんですけど、その山にカメラをつけて、はい、桟敷席で見てる人のこの視点、はい、すごい、来た来たと、で一番山ですから、もちろん一番山だけは必ずこれ祝いめでた歌うことができます。はい、男たちが手の鯉を肩にかけました、はい、これから祝いめでたを歌います。で、こ、祝いめでたの、せっかくやけ手拍子いきましょう。はい、あ、いいですね、カモン、自然と一体感、
の大上がりしている状況から見た岩井めでた、これこういう状況で見えるんですか、ね、大上がりの方はこういう目線で見える、こういう目線で見てます。はい、終わりました。もう一度手の声を額につけて、はい、いやおいさん、おいさん、おいさん、おいさんと、こういう状況でですね、こういう視点で大上がりをしている人は見られるというのはね、多分これは福岡で山いっぱい見てる人でも多分この人見たことないと思うんですよ。そうですよね。で微妙にセンターの位置が出てるから私が回転しなきゃいけないという状況になってますけれどもまあ何はともあれ右を見ればこの後ろね人形が映ってますし、こういう皆さんを見ながらこういった太白通り広い方が蛇行するんです。そして冷泉町に入りました。山は大きく右にそれ曲がります、右に曲がります。90度の角を、ま、見事に書き切りました山笠。こんな感じ、非常にいわゆる没入感ってやつですね。没入しながら山を体験していただける、この映像を楽しむことができる、これを今年福岡市として作った、そして周りと目と、はい、いうことでございました。どうでしたか。いやすごいですね。でもこうやって VR を使ってこの伝統行事を体感できるっていうのは、そう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 、しかもやっぱり普段見ることができないね、角度からの映像っていうところはまた、まあ、プレミア感あるかなというふうに思います。私はね、あの元アナウンサーの市長のプロレス実況が得意だった、まあ、ちょっと実況チックな今の説明も好きでしたけどいやそうですか、ありがとうございます。素敵でしたけど、はい、でも本当にすごい迫力と臨場感ですよね。そうですね、あの今ほら結構あのカメラとかもすごく小さくて、はい、相当あの高画質撮れるようになりましたしね、まあ、いろんなこういうテクノロジーと今までの伝統っていうのを組み合わせることによって、うん、はい、また古いものが新しく見えて、うん、新しい魅力をまた感じていただけるっていうのもね、これまたいわゆるそのクリエイティブフェス、こういう場でね、ぜひあのどんどん発表していければなと思います。そうですよね、はい、世界遺産に登録されたこともあって、はい、海外からもやはり注目されるじゃないですか。そうですね、これであればやっぱり海外に持って行って、はい、さあじゃあ本物を体感したい方は福岡へという形で、あの呼ぶこともできますね。そうですよね、はい、ぜひあの多くの皆さん、今日お越しの福岡の方、九州の方、そう県外からの方もですね、はい、まずはブースがございますんで、はい、そちらで山笠今も楽しんだと思いますけど、そうですね、目の前でその迫力楽しんでいただきたいと思いますし、はい、市長これから他にもあの違うところでも体験できるようになるんですよね。いろいろとね、これからちょっとあのイベントごととかね、いろいろと増やしていって、また常設で本当は見ることができる場所、はい、あの岸田さんの近くとかでできればいいなと思ってます。いや嬉しい、はい、ねえ、ぜひ、はい、そして今日はもう絶好のチャンス、はい、海外にアピールする絶好のチャンスでございますよね。あのね、はい、福岡市とヤンゴン市、ミャンマー行ったことある人、あいらっしゃいますね。関係者じゃないですあんまりないと思うんですけど、はい、これからめちゃくちゃ発展するっていうね、うんうん、ミャンマーのヤンゴン市と福岡市は去年12月姉妹都市になりました、はい、それで実は今ヤンゴンのマウンマウンソー市長をはじめ、市の幹部の皆さん、商工会議所の会頭の皆さんがお越しいただいているということなんです。早速ご案内しましょう。皆さん大きな拍手の迎えください。どうぞ。今内側の後ろから来ている手を振った方がヤンゴン市の市長です。では改めて私からご紹介させていただきましょう、はい、ヤンゴン市長のマウンマウンソー様です。続いてヤンゴン地域政府官房長官リョーアウンペイ様です。ミャンマー商工会議所連盟会頭ゾーミンウィン様です。ミャンマー商工会議所連盟監査役エイトン様です。そしてシティマートエグゼクティブディレクターミンミン様です。ようこそ福岡にお越しくださいました。もうみんなの盛り上がりで私たちは歓迎されてるかなっていうの分かるんで、ね、協力よろしくお願いします大きな拍手お願いします。ヤンゴン市とは昨
昨年姉妹都市となったということなんですが、実はこの会場内でもミャンマー最大の都市ヤンゴン市の今を紹介するイベントを360度シアターと北側の九州広場で行っております。あのね、場所はね、あっち、あそこにさビートヤンゴンって書いてるのが見えると思うんやけど、そこに行ったらいわゆる360度シアターがあって、それであのヤンゴンにはシュエダゴンパゴダっていう黄金でできたすっごいもう仏教のディズニーランドみたいなところがあって、ほんと感動する、多分こんなの世界中で絶対ないっていうのはすごいのがあって、そういうものをいわゆる360度シアターで体験できるっていう、そんなスペースをあのあちらにね、あの設けてるんで、ぜひ行って、ヤンゴン行ったことないっていう人ほとんどだと思いますけれどもね、あの魅力を知って行っていただければなと思います。実際にあれを見ると行きたくなりますよね、はい、で今日は、はい、あちらもすごいんですけど、ぜひあのヤンゴン市長のマウマウソウ市長にですね、はい、山笠のこの VR を体験していただきたいと思うんです。はい、先ほど皆さん画面でご紹介しましたけど、今度はゴーグル型の装着して皆様にはですね、はい、ぜひ福岡のこの伝統行事博多祇園山笠を体感していただきたいと思います。どうぞ、では皆様装着ください。さあ、今ちょっとそう、はい、ああいい光景ですね。なかなか見られないですよ、ミャンマーの大幹部ですからね。そうですよね。これ見るとあの周りから見てると不思議な動きするって見えるんですけど、自分がすごく興奮しちゃうんですよね。VR もすごいですもんね、今ね。進んでますもん。今岩井めでたを鑑賞中ですね。これは一昨日の夜ね、はい、岩井めでたっていうのはあのセレブレーティングな、はい、あのソングだってことはお話をしました。伝わってるんですね。この祝いめでたを聞くとやっぱりなんか興奮というかワクワクしてきますよね。後ろでミャンマー語でちょっと訳していただいてるんですね。初めてご覧になるんですよね。そうですね、ちょっとあの今市長叩きながら見られております。あの触れそうになりますもんね。あのそういうことです。右にある人形を触れそうな気がしてこう手を思わず動かすというね、これはもう VR ならではのね、いろんな活用の仕方があるということですけれども、どっぷり使ってますもん、ね。はい、でもそれぐらい臨場感があるということですよね。はいはい、やっぱ VR みたいな、ね、見せ方ができるっていうのは、うん、いろんな可能性が増えてきましたね。いや、そしてあの、まあ、プレゼンテーションにも非常にこれから使えますよね。そうですね、シティプロモーションにもすごくいいと思いますね。さあ、まもなく周り止めを迎えるところです。やっぱりこれだけの人がいるんだっていうところもね、あの分かっていただけると思うし、これあのだからもちろん観光客の皆さんもそうですけど、はい、ぜひあの福岡のね、見慣れた皆さんも、うん、あのこの視点からの、映像っていうのもなかなか見られないんで、はい、あの終わってますよ、皆さん。終わりましたかね。終わってますよ。ありがとうございました。はい、いかがでしたか。ちょっと感想聞いてみて、せっかくなんで感想を。市長に感想をお願いしたいんですが。マウマウソウ市長、どうですか。はい。はい、じゃあ市長にマイクをお渡しいたしまして。市長、いかがでしたか、実際ご覧いただいて。Really, now I'm the first of all.Now I pray with these people. So thank you very much, Fukuoka, because you know, amazing and very wandering. It's very good. Yes. いや、山笠大感激したよ。また福岡に来たいね。いいとこと姉妹都市になったって言ってますね。ありがとうございました。めちゃくちゃ完結しましたね。本当にあのフェスティバルに参加してみたいにいるような気分になれました。本当に素晴らしいです。市長、だいぶ当たってましたね。はい、大体当たってましたね。大体わかるんですよね、なんか雰囲気。さあ、それでは今、はい、山笠をご覧いただいた感想をですね、はい、お話しいただきましたけど、ぜひあの市長からも、はい、そのミャンマー、ヤンゴンの魅力、ご挨拶お願いします。はい、お願いいたします。Would you like to translate? Okay, so the first thing is now, I've come to Fukuoka to promote the Yangon cities.今回私ヤンゴンの方からヤンゴンの街を福岡の皆様に宣伝するために参りました。
Now I am in the middle of this event that they call Meet Yangon. そして今回 Meet Yangon というイベントにもですね、私も実際訪れました。Before when I glance surrounding the events, I saw so many Myanmar foods, Myanmar products, and Myanmar goods, and Myanmar peoples are, you know, happy with this event.そしてその、ブースを訪れて、そのミャンマー、ヤンゴンからのいろいろな食品でありますとか物品、そしてミャンマーの人々にも会うことができました。The great thing is the 360 degree theater is this is the first time that I have been visited. そしてなんといっても素晴らしいのが360度シアターということで、今回初めて体験をさせていただきました。Just I...Come back to the Yangon, same as that feeling from the 360 degree theater. その360度シアターを見ることによって、まるでヤンゴンに戻ったかのように、実際にヤンゴンにいるかのような感じを覚えることができました。And also, I hope and do believe that you can enjoy in the 360 degree and you can get the happy feeling from the 360 degree theaters. Yangon is the same as that shown in the 360 degree theater. 本当にヤンゴンそのものがそこで映し出されています。 So please come to our Yangon and enjoy as the same as the feeling from the 360 degree theaters. そして360度シアターに本当にヤンゴンに行ったかのような気分を味わっていただきたいというふうに思います。Thank you very much, Fuka. ありがとうございます、福岡の皆さん。マンマン師匠、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今市長からご紹介がありました360度シアターなんですが、はい、まだご覧になっていない方もいらっしゃるかもしれません、なのでほんの少しですがその紹介映像を皆さんにはご覧いただきたいと思います。では皆様スクリーンにご注目ください。これがシュエダゴパゴダっていうところなんですけど、ここっていうか中で、ね、音としたらすげえ映像が流れるんで、すごくきらびやかですね。よく言えば仏教っていうのがね、生活の中ですごく入っているところで、だからすごく優しいですよ、もう皆さん人が。犯罪もものすごく少なくて、かつてね、世界で夜女性が一人で歩くことができる首都って言えば大体東京、シンガポール、ヤンゴンって言われてたんです。それぐらい治安がいいまして、アウン・サン・スー・チーさんの政権だって民主化がされて初めて姉妹都市になった日本で唯一の姉妹都市が福岡市なので、だから彼らにとっても福岡とかすごくやっぱ思い入れがあって、だこれシュエダゴンパゴダ黄金ですよ。ちなみにこれは金箔を貼ってるんじゃなくて金の板をネジで貼り付けてるって。もうめっちゃ終わった、早く終わっちゃいました。この続きが見たい方は360度シアターなんですけど、ぜひ皆さんのちょうど左側のすごいところなんでね、見ていただきたいです。本当に板を貼ってるんですね。そう、こういった魅力、まだまだ紹介できないところが、皆さんぜひあちらの360度シアター、さらには北側広場でも今回公開しておりますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。お願いいたします。それではですね、もうあっという間に時間も過ぎてきました、高島市長、福岡市とヤンゴン市のこれから、そして交流事業などについてご挨拶をお願いします。この後ね、10月の終わりから11月にかけては今度福岡のビジネスやってる皆さんと一緒にね、実際ヤンゴンに行ってビジネスのマッチングをしていきたい。例えばもうすでに例えばラビアンローズとかいうケーキ屋さんとか、
それからまあ水道事業とかいろんなねジャンルの人たちがもう実際にヤンゴーに行ってビジネスをスタートしています。これから街がめちゃくちゃ大きくなる、すごいチャンスがある街なんでね、そういうあの経済の交流っていうのをこれから10月の終わりから11月の頭にしていきます。それからあの今日このあの向こう側、皆さんがいるウェットベースの向こう側でね、ヤンゴーのお料理も今日は屋台を、の料理を出しています、はい、でそこで食べられる麺料理を、はい、この前福岡市のみんな中学生の皆さんに給食で出したんで、今度は小学校にも、ね、出して、まあ、そういうところで交流を深めていければいいなと思います、はい、なるほど。そして大人の方には今日ミャンマーのビールもこちらで販売、ミャンマービールもありますからね、いうことですから、ぜひお楽しみいただきたいと思います。高島市長ありがとうございます。はい、では最後に皆様でフォトタイムとしますので、はい、フォトセッションを行います。プレスの方、そしてカメラマンの方、どうぞ前へお越しください。よろしくお願いいたします。そして皆さんもぎゅっと寄っていただきまして、はい、満遍のスマイルでお願いします。準備ができましたら、まずは中央。はい。まずはセンターのカメラになっております。ありがとうございます、はい、よろしいでしょうか。以上ここまでは山笠の VR、はい、さらにはヤンゴン市からのお客様、そしてヤンゴン市をご紹介いたしました。マウマウソヤンゴン市長、そして皆様本当にありがとうございました。そして高島市長もありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。発表は高島市長にお願いします。残る5人の方々がいらっしゃいます、はい、その中でも特別賞発表をお願いします。発表します。中里和志さんです。おめでとうございます。では市長から賞状の授与をお願いいたします。賞状クリエイティブラボ長官特別賞中里和義殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さらには賞金30万円の目録が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。クリエイティブラボ福岡特別賞は中里和義さんでした。おめでとうございます。おめでとうございました。さあ、ザ・クリエイティブアワード2017やっております、はい、さあこのイベント、最新のデジタル技術とエンターテインメントの融合がまさにテーマでございます、はい、さあ続いてここからの時間はですね、うん、福岡クリエイターズアワードを始めてまいります。はい、今年は子どもが主役の集まれ未来のクリエイターアワードで、誰でもすぐに自分だけのデジタル作品が作れるアプリスプリンギンを使ったプログラミングコンテストとなっています。このスプリンギンという言葉なんですが、うんうん、まあ、耳慣れない言葉だと思いますけども、はい、まあ、実はこれ福岡市のクリエイティブ集団仕組みデザインが開発しましたアクションゲームですとか、はい、まあ、パズル、絵本、楽器など自分の考えたアプリを作ることができるというビジュアルプログラミングアプリのことなんですね。ビジュアルプログラミングアプリですか、はい、プログラミングって今最近非常に流行っておりますよね、はい、子どもたちが自由に自由な発想でゲームを作ったり、うん、まあ、できるというものなんですね、はい、で私もあのかなり詳しいことってのは分かりませんので、はい、お話を伺いましょう。仕組みデザインの中村代表お願いします。よろしくお願いします。中村さんがいらっしゃいました。大きな拍手をお願いします。はい、よろしくお願いいたします。中村さん、洋服からデザイン性あふれてさすが。ちょっと派手にしとかないと目立たないから。いや、もう十分目立ってますから。この、 あのスプリンギンというのをですね、ご紹介いただけますか、まず。はい、はい、スプリンギン、iPad とか、はい、iPhone のアプリなんですけど、あの全然文字使わないでプログラミングっていうことしないでも、はい、ゲームとかもうアプリとか簡単に作れてしまうという、そういう、まあ、アプリケーションのソフトです、はい、
最近結構このプログラミング、はい、習い事でやってるお子さんたち多いですよね。もうそういうのもすごい難しい感じするじゃないですか、はい、プログラミングって、はい、だけど絵描いて、で描いた絵に、まあ、なんかいろいろ性格とかできることとかバーって当ててると、それが結果的にゲームになったりとかするっていう、なるほど、もう面白い、はい、遊んでるっていうつもりが実はプログラミングしてましたっていう、なるほど、そういう感じになってます。その上でこのアワード、はい、というのは一体、まあ、一番のテーマというのはどういったところですか。はい、今回今までですね、はい、大人を対象にずっとアワードやってたんですけど、はい、今年はやっぱりもっと子供にやってもらいたいなと、はい、でも子供用のアワードですって言ってもなかなかみんな何を応募していいかわからないので、なので今回まあスプリンギンってアプリを作ったんで、これを使って子供にいろんなゲームとか、まあ映像でも絵本でもいいんですけど、そういうものを作ってもらってそれを応募してもらおうっていうのでまあ今回やったんですね。そうなんですよね。ですから今回はその仕組みデザインさんが作ったスプリンギンのアプリを使って小学生以上の皆さんからまあ応募いただきました。はい、ね、早速参りましょうか。はい、その結果が、まあ、ここで発表と表彰を行おうというわけなんですが、はい、本日はですねプレゼンターの皆さん、さらにはゲストの皆さんもお呼びしております、はい、さあここでご登場いただきましょう。まずはプレゼンター高島市長、さらにはゲスト審査員の千原誠二さんです。大きな拍手お願いします。よろしくお願いいたします。さっきまで眠っていた皆さんがいきなり起きました、せいじさん。えらいのことで、無邪気のこと寝ててるんですね。さあ、高島市長、これからいよいよ発表始まりますけど、楽しみですね、小学生たち以上ということ、うん、そうね、小学生、中学生が自分たちでね、プログラムしたゲームをね、ぜひ見ていただいて、審査したいと思います。そして、千原せいじさんには今回、審査員、審査員として加わっていただいていますし、はい、千原誠二さんの賞もございます。はい、ぜひ見ていただきたいんですけど、こういうことこれから発表していきますんで、はい、一つ一つよろしくお願いします。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは参りましょう、はい、コンテスト今年の7月18日から8月28日まで募集いたしました応募総数60点の中から本日入賞しました8人の方にご来場いただいております。ファイナリスト8人、8人の方にご登場いただきましょう。皆さん拍手でお迎えください。それではどうぞ。小学生以上の応募ということで、はい、本当に未来ある次世代の、本当にクリエイターの皆さんにね、今日は集まってもらいました、はい、さあこの8人の中からクリエイティブラボ福岡会長賞に1作品、はい、さらには審査員賞に2作品、はい、そして入賞5作品が選ばれるということになります、はい、さあ栄冠は誰の手に輝くんでしょうか。ドキドキしますよね、まずは入賞5人から発表いたします、はい、名前を呼ばれた皆さんは一歩前にお願いします。一歩でいいですからね、はいはい、実際にスプリンギンで作ったアプリをご本人に披露していただいた後に表彰と商品の授与を行いたいと思います、はい、では参りましょう。入賞まずお一人目は、山本直樹さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。直樹くん、じゃあ前まで行きましょうか。こちらまでお願いします。合ってないですよね。ちょっとマイクの。そしてここで入賞作品5作品表彰を行いますので、はい、プレゼンター高島市長お願いします、はい、マイクに届いていない、はい、賞状そして副賞が贈られます。ちょっと時間かかったごめんね。じゃあ読みます。賞状優勝山本直樹殿、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さんも温かい拍手お願いします。はい、おめでとうございます。受賞が贈られました。はい、引き続き参りましょう。入賞お二人目はこの方、森園琴美さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞマイクの前までお願いします。では賞状の授与お願いします。賞状が今届きました。賞状優勝
賞森園琴美殿、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続いて副賞が贈られます。おめでとうございます。さてジェルさん、あのアプリを私ちょっと見たいなと思っておるんですけれども、ね、せっかく賞、ね、受賞したのに皆さんにどんなアプリかわからないということですから、今受賞した森園さんからいいですか、うん、はい、では森園さんの今回のために作った作品、こちらのスクリーン、両足のスクリーンにも、はい、登場しますので、これからスタートしてもらいましょう、はい、自分で操作をするということなんで、じゃあ賞状とね、副賞を、はい、私預かります。じゃあ入賞作品、どうな、皆さんご注目くださいね。画面を傾けてゴールまで行きましょう。あ、実際に動かすんですね。次の黄色い四角のところにワープできるようになってる。じゃあこのグレーになると、お、あ、ゲームオーバーになってしまった。はい、で最終的にだから今これゲームしてるのは、彼女が自分で持ってる iPad を傾けて、はい、それによって連動してボールがこう動いていくっていうもの、これを昔はボードゲームでしていたものを今デジタルでして、このプラグラムを彼女がね、はい、アプリで作ったっていうことで今表彰を受けたと、そういう流れです。すごい、ありがとうございます、ね、さ、はい、じゃあせっかくなんで最初に受賞した、はい、山本直樹さんにもやっていただきたいと思いますので、ではちょっとスタッフがね預かりますね。山本君の作品、うん、これを子供たちが自分で考えて、はい、アプリにするっていうのがね、はい、連鎖ボールというタイトルだということですよ、はい、おお、すごいすごい入った、おお、すごい、うわあ、もうちょっと頑張れ、もうちょっと、あ、いったいった、もう一度、これ子供の時とかって自分たちで多分作ってたものを、うんうんうん、今やこのデジタルで全部アプリになるという、夏休みの自由研究でね、うん、できました。はい、拍手、絆が割れました。山本直樹君、そして森園琴美さんの作品でした、はい、ありがとうございます、はい、まあ、こういう形で次も参りましょうか。はい、お願いします。優勝3人目発表いたします。3人目はこの方、今林遥さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状が届きました。賞状優勝今林遥殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ遥ちゃんのゲームを見てみましょうかね、はい、お願いします。リンゴの木というタイトルですね。お、今リンゴが落ちました。そしてなんかお話ですか、うん、あ、リンゴが落ちて垂れて種がまたリンゴになる、またできたという、すごいリンゴのような感じなんですね、これも中村さん、やっぱりこれ、うん、傾けマイクマイク、はい、これはゲームというよりはお話を見て、ずっと見てるやつなんですけど、ちゃんとですね、ストーリーが進むように、ここでここに来たら次のシーンに行ってとか、大きくなってとかでも全部仕込んであるんですよ。なるほど。で、今解説していただいた中村さんが、子供たちでもこういうアプリケーションを簡単にできるようなものを開発した人ということで審査員に入っているということです。そうですね、はい、で結構すごい人なんです、この人。インテルで世界一に選ばれたっていうような人がね、福岡、はい、出身でいるんですね。ありがとうございます。多分皆さん、はい、あれだろうなと思ったと思う。そういうことで、大体今ので大体分かったと思うんです、はい、じゃあ次行ってみましょう、はい、では続いての入賞者の方を発表お願いします。4人目の入賞者はこの方、近藤遥さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。前に進んでください。どうぞ。はい、では賞状優勝近藤遥殿、おめでとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。それでは今度ははるかさんの作品みんなで見てみましょう。はい、スタート。動いてますよ。これアライグマですかね。はい、これ頑張って今ジャンプして避けながら、あ、ダブルジャンプできましたよね。ぶつかっちゃいましたね。ぶつかったらゲームオーバーと。はい、あの帽子を取りたいんですよね。あ、帽子を取りたい。はい、なるほど。だけどじゃあ前に進みながら、そうですそうです。これやっぱ自分でプログラムするのとチームゲームができるってのは別物のようですね。これ別物ですね。やっぱり作る方が難しいのかな、簡単なのかな。誠司さん、ここまで見てどうですか、子供たちの発想。うんうん、いや、あの楽しそうにできていいじゃないですか。昔なんてそれは考えられないことやからね。そうですね、遊ぶ一方でしたからね。遊ぶだけで自分でゲーム作るってのはなかったですよね。そうですね、うん、発想力もすごいですよ。はい、さあ、それでは行きましょう。入賞5人目、はい、この方です。志村ひろきくんです。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状入賞、志村ひろき殿、おめでとうございます。おめでとうございます。賞が贈られます。さあ、それでは披露していただきましょう。今度は数字と小学校1年生ですね。小学校1年生ですか。すごいよね。それも見てるだけなんですけど、火星探査中、はい、話がどんどん進んでいく、その進ませるロジックが結構変わってて、上にシューッと上げて進めていくんですよね。横に行くかと思いきや、ファーストコンタクト。声も実は入っている。ファーストコンタクト、小学校1年生ですからね。ひろきくんの声が入ってる。やっぱ福岡市の教育委員会も大したもんですよ、これ。ファーストコンタクトですよ。そうですね、言えなかったですよ、小学校1年でね。はい、ありがとうございます。皆さん、拍手お願いします。ここまでが入賞した5人でございました。はい、皆さんおめでとうございます。はい、おめでとうございます。プレゼンターの視聴ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ここから残りが3人ということになりました。はい、続きましては仕組みデザイン中村代表が選んだ審査員特別賞の発表です。では発表も合わせて中村さん、お願いします。中村さんの口から発表は、では私から発表いたしましょう。その審査員特別賞、はい、選ばれたのはこの方、はい、小宮いおりさんです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。仕組みデザイン中村俊介賞です。副賞はですね、僕たちが作ったカグラっていう体を動かして演奏できる楽器があるんですけど、それがインストールできるパソコン、13インチのパソコンです。社長、はい、全然喜んでる。あれ、これなん、お前来んの嫌やった。え、あ、ちょっと緊張してる。あ、今日あれか、こう出た犬死んだ。はい、しゃあない、わしゃあない、しゃあない。こう出た犬死んだからしゃあない。死んでないです。死んでない。犬飼ってないかもしれないです。そうですか。はい。地獄来たみたいな顔しちゃったの。おめでとうございます。写真撮りましょうか。前、あ、中村さん一緒に前に写真お願いします。お願いします。笑顔でお願いしますね。ゆりさんスマイルで、あ、笑いますよ。ほら、誠司さん、あ、いい笑顔。犬は元気のようですね、それね。笑顔ですけど、じゃあせっかくなんでアプリを披露していただきたいなと思いますので、お願いいたします。アプリ披露してもらった後にね、りゅうさん、ちょっとお話聞きましょうか。ね、では小宮ゆりさんの作品です。これ全部あの星を取るんじゃなくて、はい、実は次のシーンに行けるっていう気が隠れてるんですよね。すごいすごい。
で、この跳ねるやつが毎回シーンごとに角度とか違うんで、だんだん難しくなったりしてます。あー、すごい楽しそう。はい、ありがとうございます。小宮さん、ちょっと聞いてみましょうか。いおりさん、すごいね、マイクフォローありますよ。今回ね、これどんなことを一番難しかったですか、作るときに。ちょっと私、性格が大雑把だから、これはペンとかじゃなくて指で、書くんですよ、人とか矢印とか。でそれをちょっとなんかぐちゃぐちゃってなったりするので、書くのが少し難しかったです。ほら、誠司さん、すごい笑顔ですよ。よかったよかった、やっといつもの調子になってきた。初めてはないでしょ。まあまあ、こんな感じなんでしょ。どうぞどうぞ、絵を喋って。もう、はい、次自分の番。どうですか、今の気持ちは。まあ、嬉しいです。パソコンがちょうど欲しかったので。ちょうど欲しい。ちょうど欲しかったリアリの事故だやんけ。嘘つけ。急にお前、大人に優しくなるな。よりさん、本当はとっても優しい人だからね。いや、言われた時に、あんまり喜ばなかったのは、知ってたんですよね。だから、お前、話すなよ、おいおい、知恵やん。どういうことですか。どういうこと。知ってたんやったら、より喜ばなあかんやん。そのために知らせたんじゃんか、大人は。誰が教えたんですか。もう、大人の事情でごめんなさいね。ぶっちゃけられるって大したもんですよね、この舞台で。これ、こういうのをアップしないでくださいね。はい、ツイートしないでください。今、お前、あれ、めちゃくちゃ喜んで太陽を上げて、お前、メガネ曇らしたらめっちゃウケてたで。それはもう。1枚も2枚も上手ですね。お、大したもんや、大したもん、大したもん。おー。中村さん、一言、どういうところが良かったですか。実はあれ、細かいところが、ゲームバランスちゃんとしてるんですよね。難易度がだんだん上がってったり、もう一回やるように戻れたり、最初から難易度が高いのやれたりとかっていうのをちゃんとゲームする人のつもりでやる人を考えてやってるのがすごいなと。はい、なるほど。というわけで審査員特別賞、星キャッチがテーマ、小宮伊織さん、おめでとうございます。おめでとうございます。中村さんもありがとうございました。これこの後もやりにくいですね。どんな反応するか、子供たちが呼ばれて。さあ、続いて発表しましょう。はい、千原誠司さんが選んだ審査員特別賞の発表。はい、誠司さんが選んだ審査員特別賞はこの方、田中里乃さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。審査員特別賞、田中里乃ちゃん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、クレーターズアワードの中、目録です。はい、商品です。はい、こちら副賞には、副賞何これ、GoDJ プラス新世代の DJ プレイ機器となっております。おこれ、これ1台あればスピーカーも全部、はい、めっちゃいいです。僕も欲しい。あ、欲しいね、これ。俺欲しかったやつやん。今初めて知りましたよ。うん、あ、めっちゃいいよ。りのかちゃん、おめでとう。おめでとうございます。じゃあ早速、ね、作品を披露していただきましょう。めっちゃいいよ。どんな作品を作ってくれたのか。はい、お、すごいカラフルですね。お、はい、あ、口に食べられる状態ですよ。おでこに乗っちゃってますけど。スイカ、レモンも食べられる、全部落ちちゃって。おー、かわいい。おー、すごいですね、拍手。ちょっとリノカちゃんにお聞きしましょう。ねえ、リノカちゃん、今回どんなこと考えてこれ作ったんですか。今日はね、ちょっと髭が悪いですよ。ちょっと緊張してますよね。リノカちゃんのね、これのね、ゲームのいいところはですね、食いもん何でも食やえっていうことなくて、本人の好き嫌いが生かされてて、本人が嫌いなものを食うとまずいって出るっていう、ね。何を食べたらまずいって出るんですか、ちなみに。ゴーヤーとか。ゴーヤー。正解誰も分かんないですよ。分からないですね。正解は彼女の中にしかないです。彼女のこと知らなければ間違ったの食べちゃう可能性もあるという。そうです。なるほど。はあ。りのかちゃん、今回賞受賞してどんなお気持ちですか。嬉しいです。あ、そして誠司さんはどんな思いを込めて賞をここに選んだんですか。
僕ですか、ええ、あまさか子供がこんな感じで来るとは思ってなかったんで、もっと喜んでくれるやろうなとおっさんも思ってましたよやったーとか喜んでますよね、はい、あそうですか審査員特別賞2つ目は田中里乃香ちゃんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。審査ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれではいよいよ、はい、福岡クリエイターズアワードスプリンギンを使ったプログラミングコンテストクリエイティブラボ福岡会長賞の発表です。さあもうドキドキしている子どもたち、喜びを爆発させるでしょう。想像もつきませんね。さあ誰やろか。会長賞に選ばれたのはクリエイティブラボ福岡会長賞尾垣蓮殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状クリエイティブラボ福岡会長賞尾垣蓮殿、おめでとうございます。おめでとうございます。副賞が贈られます。はい、副賞は世界中で大人気のパワフルなタブレット iPad Pro プラス Apple Pencil となっています。おめでとうございます。では笑顔で、レン君笑顔で、あーレン君いい笑顔、あー出た、出ましたさあそれでは作品を披露していただきましょうか。はい、あこちらがプレゼントされます、はいはい、iPad Pro と Apple Pencil のセットとなっております。はい、では一旦商品をお預けして、はい、お預かりいたします。レン君の作品もすごいですね、いろいろありますねこれ、はい、一番右上のね、はい、アイスクリームを食べるっていうものなんですよ。でうまく食べられるかどうか、これスタートボタンを押してスタートします。で一番右の今猫をねタップするんですよね、はい、一番下の猫タップして、うまくタップしないとただジャンプするだけ、もう少しするとで力具合によってうまくそうなんです、あのコーンに乗っけようということなんですよね。もう一回やってみましょうか。俺結構難しいんですよね。作った本人もなかなかできない。結構うまかったでしょ。うまかったですね、一発で全部。そう、うまくいったこれ一回ちょっと成功見てみたいです。成功になったらなんかまた違うバージョンなんですよね。なるほど、あの頼むよ、頼むよ。おっさんあの飛行機あるからさ、はい、そんなプレッシャーかけない。頼むわ、ほんまに。いけ、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 いけ頼むだもん。ほんとだいたいそういうことですよ。だからそうですね、うまくね、そうそう、こうやってうまくタップすれば、うん、コーンの上に全部乗っかって OK ってことになるんですよね。レン君本当はできるはずだったんだよね。あはい、多分あ、誠司さん、いい獲物が来ましたよね。全然喜んでないですよ。知ってたもんな、お前もな。いや知りませんでした。いや、そうよ。だから基本は言ってないんですよ。教えてないんですよ。知らないはずやったけど、たまたまさっき多分何かのハプニングでね。なるほど、なるほど。おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、でも受賞してみて。入賞、あ、入賞みたいなのできるとは思わなかったので嬉しい、うん、だです。こういうアプリ作るのは楽しい？あ、はい。これからどんなアプリ作っていきたいかな。みんなが、うん、したくなりそうなアプリを作りたいと思ってます。ぜひ頑張ってもらいたいですよね。市長からも一言メッセージお願いします。そうですね。何年生？中1。どこ？函館。函館。あ、そうね。おめでとう。まあ、なのでこれからもぜひ笑顔を絶やさず頑張ってください。ありがとうね。おめでとう。はい、おめでとうございます。では最後に皆さんで写真撮影しましょう。はい、お願いします。皆さん中央に集まっていただきまして、はい、写真撮影を行いたいと思います。はい、では皆さんぎゅっと集まっていただきましょう、はい、受賞した皆さん、はい、前にお願いします。はい、さあそれではプレスの皆さんよろしいでしょうか。賞状じゃあ皆さん前に見せましょうね。はい、ちょっとぎゅっと、はい、はい、
症状を持っている方は見せてください。大丈夫かな。はい。